こんばんは、ゆっくりです。この動画は過去の、真夜中に、揺れる安楽椅子、を、ゆっくりが改めて読み直した動画です。今回の話はカズさんの、真夜中の殺人、です。問題は、あいつが持っていた二つの、あるもの、の、一つは万引きの証拠写真、もう一つは一体何か。それでは、どうぞ。星さえも寝静まったかと思うほどの真夜中、俺は一通りの内路地の、片隅で、ひっそりと身を潜めていた。もうすぐ午前2時、いつも通りなら、そろそろあいつが仕事を終え、この道を通り帰宅する頃だ。あいつに出会ったせいで俺の、人生は散々だった。小学校からいじめられたのを、皮切りに、高校の時には腕力を、傘に無理やり万引きに誘われた。大学でおさらばできたかと、思えば、やっとの思いで完了となった頃、急に現れ高校の頃の、万引きをネタにゆすりを始めた。最初は、証拠もないくせに、と高をくくっていたが、まさか証拠写真を撮られていたとは、気づかなかった。国家公務員ともなると、昔の万引きでも出世に、響く、住んでいるところが離れていたため、俺は今まで言われるまま金を、振り込み見続けたのだが、年々要求期待は増えてきた。振り込んだにもかかわらず、振り込まれていない、とイチャモンを、つけられたこともあった。このままあいつに一生食い潰されるくらいなら、今日ここであいつを殺す。準備は整えてきた。あいつの行動パターンは入念に、調べたし、この時間この道に一通りが、ないことも何日もかけ確認した。万が一、誰か来た時のため、路地からの抜け道も丹念に、調べてある。凶器の包丁は足の、つかないよう、隣の県にある量販店で、ホームレスの男を雇い買わせた。指紋がつかないように手袋もしているし、帰り血を浴びるのを想定してすぐに、脱いで畳めるカッパも用意済みだ。アリバイ工作はそれを専門にしている裏の、アリバイ屋に頼んである。自供でもない限りアリバイも、完璧だろう。あいつが持っている写真については問題ないと、思われた。昔の写真だし、それで個人が特定できてもゆすりの、証拠にもならない。思い出程度に撮っておいても、自然な写真だし、警察が昔の悪事、それも、万引き、俺の職場に、知らせることもないだろう。彼らにも守秘義務がある。いいところ、数週間経った後、参考程度に話を聞かれるだけだろう。息を殺しながら、容易に抜けがないかを入念に、思い出していたその時、足音が聞こえた。路地の物陰からこっそり覗き込むと、あいつがこちらに歩いてくるのが、見えた。俺はあいつが通り過ぎた瞬間、背後からこう押さえ、同時に心臓の位置を後ろから刺した。包丁が肉に食い込む感触と、共に、あいつのうめき声が聞こえた。その瞬間だった。誰かの足音が聞こえたのは。俺は急いで包丁を引き抜き、あらかじめ調べてあった抜け道へと、走った。わずかな帰り血を浴びたカッパは、途中で脱いで手袋、と包丁と共にカバンに、詰め込んだ。それまでには誰、とも会ってないし、あいつとは接近していたため、顔、などに帰り血はついていない。大丈夫。あいつにも顔は見られていないし、証拠も、残してはいない。それにあいつの心臓を、ひとつきだ。すぐに息を引き取るだろう。俺は無事に家に着くと、興奮しながら今日の行動を、振り返った。何度思い返しても落ち度は、ない。それからはずっと目が冴えた。人を一人殺すというのは、簡単なことではない。俺はその夜眠りにつくことはなかった。
幸い今日は日曜日、仕事は休みだった。いつの間にか眠っていたのだろう。気がつけば月曜日の朝になっていた。寝過ごさなくてよかったと思い、仕事の支度をしていると、玄関のインターホンが不吉な音を立てた。結局、俺は任意で警察の取り調べを受けることになった。計算外だ。なぜこんなに早く？問題。この物語の、俺、は重要な見落としをしていました。あいつが持っていた二つの、あるもの、が、原因で、俺、が殺意を、持っている可能性が高いと、警察に感づかれてしまったのです。一つは万引きの証拠写真。もう一つは一体何でしょうか。それでは、回答編でお会いしましょう。お相手は、ゆっくりでした。